がカリスマ CEO ということで、まあ、ショッピングモール内のリーダーになっていますけれども、ルールに厳しい一方で中村さんが演じている雫には弱いというチャーミングな面も見せるという役柄になってますが、はい、演じられる上でそもそも何か工夫されたこと、意識したことってありましたか？いや、そうですね、まあ、あんま本当こういう機会僕自身あんまりないんで、ないっていうか、まあ、たまにしかないので、で、本当これもマジ現場入る本当10日ぐらい前に来たんで、話がで、もう本当時間もなかったんで、まあ、本当監督に身委ねるみたいな感じで、はい、参加しました。ですか、カリスマ CEO で、しかもまあゾンビものでありラブコメディでもあるというの。そうですね、ちょっと情量多いなっていう感じではあったんですけど、あー俺カリスマ CEO かみたいな。まあ、でも本当コミカルっていうか、なんか監督もなんか結構こう本当にポップに、なんかすごいテンポとか、なんかこうコミカルになんかこうポップに描きたいみたいなことはずっとおっしゃってたんで、その言葉をこう入れてこう参加するみたいな感じでしたね。はい。そうですね。ちょっと俺っすかね。いや嘘っす。な、え、誰ですかね。誰だろうな。でもそうですね、中村さんじゃないですか。絶対目があったからじゃないですか。いやなんかそのやっぱこうちょっと美魔女的な感じでこういろんな人にこう、なんて言うんだろう、あ、もういいよ、ダメな、みたいな感じでこう集めて、こう、蓄えて最終的に生き残るっていうタイプだと思います。大丈夫ですか？ちょっと苦しそうでしたけど。いや、なんかその、なんかこう助けられる人が生き残りそうだな、みたいな人柄で、そうですね、まあ、生き残っていきそうなということ、ちょっとこう政治的な、そうですね。なるほど。でも、破壊したいとかちょっとわかるかもな。わかります？車とかこうね、ボコボコにしてみたいよ ね。映画であるようなこうスカッとするようなことはしてみたいし、もうめちゃめちゃこう法定速度を破ってこう走るとかしてみたいけど ね。普段やると怒られることはしてみたいかもしれませんね。そうですね、怒られることはしてみたいですね。ありがとうございます。では、極限状態で恋をするのはありかなしか挙げてください。どうぞ。結構分かれましたね。あ、でも丸の方が多いですかね。桜さん、やっぱりこれは声をするのもいいんじゃないかと。まあ結局は自由ですから、何やってもっていう。まあね、その感情の赴くままに恋愛をすればいいと思います。はい。そうですよね。佐野さんも丸ですね。あ、そうですね。いや、こういうドラマなんで。ありって言っとかないと。でもありじゃないですか。もう本当に右に同じく自由かなと。はい、はい。皆さん今日は短い時間ですがありがとうございます。本当に私たちも完成するのがこう毎回毎回楽しみになっているような作品だったので、撮影中もこうこのシーンどうなるのかなとか、ああなるのかな、こうなるのかなってこう想像しながらみんな楽しく撮影していたので、本当にこのキャストのみんなと撮影できて本当にすごく楽しかったですし、監督スタッフ含め本当にとても愛のある方々に囲まれてできた作品だと思っているので、その愛を皆さんと一緒に共有できたらいいなって思いますし、まあ、この作品ゾンビコメラブコメディになってるんですけど、ゾンビがちょっと苦手だよっていう方は基本的にラブコメが軸になっているので、苦手な方も楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思っています。ぜひお楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。